今回はミレーの大型ザックサースペイ60プラス20を紹介していきたいと思います。まずフロント部分なんですけど、収納部分が2箇所あります。こちら側とこちら側ですね。でこの収納部分は内部に仕切りがあるわけではなくて、ここら辺までつながっていて、結構奥行きがある感じですね。反対側も開けてみます。逆に反対側は手のひらがすっぽり入ったところで内部に仕切りがついている構造ですね。中央にあるジッパーなんですけど、これは収納部分ではなくて、例えば荷物が多くてすごく詰め込むときにここが開くことで拡張性を高めている作りになっています。この部分には何も入れられるスペースはないですね。でここにもチャックがあって、ここを開くとにアクセスできるようになっています。ここの部分は伸縮するメッシュの素材でできています。こうやって引っ張って伸縮することで奥のものまで広げて取り出せるようになっているんだと思います。でフロント部分には6箇所デイジーチェーンのようないろいろ取り付けることができるループが6箇所ついていますね。で背面はこの中央の部分は緩く張られたメッシュで、サイドにクッション性の高い肉厚のパッドと、腰にもクッション性の高いパッドでできている作りですね。でサースペイ30プラス5は背面長が SML で3種類で分かれたのに対して、このサースペイ60プラス20は43センチから53センチの間で背面長の調整が可能です。やり方は簡単で、このマジックテープを剥がしてこうやって上に上げてあげることで10センチの背面長の調整が可能になっています。でサイドポケットの作りなんですけど、これもサースペイ30プラス5と一緒で、左右で形状が微妙に違います。右側は網目のないメッシュの素材でできていて、左側はこの上の部分のみゴムのような伸縮する素材が使われているので伸縮するんですけど、中は一般的なナイロンの素材でできていますね。でこれは短めに作られているんですけど、ここの収納部分がここまでジッパーがあるので、その分サイドポケットを下げているんだと思います。この収納スペースなんですけど、ちょっとした小物みたいなのが入れられるスペースになっていますね。 500ml ペットボトルが1本入るくらいの容量です。サイドポケットにナルゲンボトルを入れてみます。やっぱり右側の方が深いので入れた時に安定感がありますね。このサイドポケットは上からだけじゃなくて横からも入れられる作りになっているんですけど、これがめちゃくちゃ入れにくいです。これ僕サースペイ30プラス5にもこの作りがあって、それはそんなに入れにくさを感じなかったんですけど、この60プラス20はすごくちっちゃいのかすごく入れにくいですね。この下まで入れた時にほんとギリギリなんで、ここの上の部分のが入れるスペースが、これほんと両手でしないと片手で背負いながらっていうのは僕は厳しいんじゃないかなと思いますね。こういうふうにこの上部が出たまま使用するんだったら可能ですけど、それだとちょっと安定性が低いですよね。でヒップベルトもやっぱり大型ザックということですごく
肉厚なヒップベルトになっていますね。で、サースフェイといったらこのサイドポケットが特徴なんですけど、まずここにも浅めのメッシュの収納部分がついていて、中にも収納スペースがあります。でこれは拡張できるようになっていて、このマジックテープを剥がして広げることで大容量のヒップベルトポケットに変更できるようになっています。このヒップベルトポケットの容量なんですけど、500ミリペットボトルが斜めに入れたら入るくらいの縦に長いスペースですね。拡張できるヒップベルトポケットなんですけど、使い勝手が悪いと感じる人もいるようで、例えばザックをこうやって地面に置いた時に下の部分が地面についてしまうんですよね。多分それを想定してあって厚手の生地でできているんですけど、やっぱりここが汚れやすいので、人によってはヒップベルトポケットを拡張しないで使うっていう方もいるようですね。ただそうなるとかなりちっちゃめのヒップベルトポケットになってしまうんで、その点で言うと好みが分かれる部分なのかなと思います。あ、ヒップベルトポケットなんですけど、これやっぱり長さがあるんで、ここに携帯とかを収納する方っていると思うんですよ。ただザックをこう下ろして地面につけた時に、どうしてもやっぱりこのヒップベルトポケットが縦に長い分先につくので、こういう風に折り曲がった感じにどうしてもなってしまうんで、携帯とかそういう電子機器をここに入れるのはやめといた方が無難かもしれませんね。で、この拡張できるヒップベルトポケットは左右も同じ作りになっていますね。で、雨蓋の収納は2箇所ついています。ここはレインカバー入れにもなっていて、レインカバーが付属していますね。この雨蓋はすごく大きいですよね。で、もう一箇所上にも収納スペースがあって、ここにもちょっとしたものが入れられるようになっています。で、雨蓋上部には4箇所のループがついていて、ここにヘルメットなどを取り付けられるようになっていますね。ループがなぜか2箇所しかついてないザックとかも結構あるので、4箇所ちゃんとついてるのは本当にありがたいですね。雨蓋を開けるとここにも収納スペースがあって、ここも結構広めのスペースが取られています。で、この雨蓋なんですけど、簡単にバックルで取り外すことができて、ここの部分にまたバックルがついていて、伸ばして連結させることでハンドバッグのような使い方もできるようです。で、このサースフェイの60プラス20って部分は、このトップリッドのスカートの部分がここまで上に拡張できるので、プラス20リットルまでここで調整して拡張できるんだと思います。内部はハイドレーションを取り付けれるアタッチメントが2つついていて、もちろんハイドレーションと内部を分ける仕切りもついていて、ポンプの通し穴はサイドでどちらからでも通せる作りになっています。もちろんテープからも内部にアクセスできるようになっていて、で、ザック内部を2機室に分ける作りなんですけど、トグル式じゃなくてここでジッパー式になっていて、ジッパーを開けてあげることで1機室や2機室に変更できる作りになっていますね。で、ショルダーハーネスにはミネーのザックではおなじみのハンドレストがついています。指をかけて一時的に二重を軽減するためのループだそうです。チェストベルトには
ホイッスルもついています。でこのザックで特徴的なのはサイドのコンプレッションするストラップが1、2、3と3箇所ついてるんですよ。でどれもストラップがすごく長めに作られているので、例えば三脚とかそういう長いものを固定したりする使い方をしない人にとってはなくてもいい作りなのかもしれないですね。まあでもこれ本当極論、もしこのストラップ、特にこの一番上の部分ですね、いらなければもう切ってしまえばいいのかもしれないですね。それではミレーの公式サイトを見ながらサースフェイ60プラス20の詳細を見ていきたいと思います。まずサイズ展開なんですけど、このサースフェイ30プラス5とサースフェイ40プラス5、そして今回紹介したサースフェイ60プラス20の3種類ですね。でサースフェイには女性用モデルもあって、ここにウメンズって書いてあるんですけど、30プラス 5LD とサースフェイ40プラス5の2種類があります。で30プラス5にはカラーが5種類あるんですけど、60プラス20はこの1色のみですね。で価格は税込み31,900円で、重量は 2470g、 約 2.4 キロですね。で背面長は43センチから53センチの間で調整が可能です。パッキングが終わりました。60プラス20リットルなんで容量的には全然余裕がある感じですね。未使用の部分としてはここの収納部分と、このフロントの左右の収納スペースも使っていません。サイドの収納スペースも未使用ですね。で片方のヒップベルトポケットも今回は使用しませんでした。で30プラス5でもそうだったんですけど、このサースフェイは自分で立つことができます。テントアク装備をパッキングして絡ってみて少し感じたのが、この部分が結構固めのパッドが結構前に出てる形で固めのパッドがここにあるんですけど、これが結構背中の上部に強く当たって僕はちょっと違和感として感じました。ずっと背負っていると気にならなくなるのかもしれないんですけど、背負ってみて一番最初に感じたのは背中の上の部分に強く当たる違和感ですね。